皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、英雄伝説千の奇跡2実況プレイのパート13やっていきたいと思います。前回と、まあマキアスからの暗号を受けて、ここでマキアスと合流することができました。でここの、ケルティックの方面には、マキアスの他にもエリオットやフィーも、潜伏しているようです。まあ彼らと、合流もしたいんですけども、一度、町の方に戻ってみようと思います。そういえばクォーツ全然セットしてなかったな。なんか適当につけとこうかな。うん、じゃあアースランスつけとこう。よーし、また7組のメンバーと一緒に行動できる。全力で行くぞ。任せろ。よし、こいつは火属性に弱い。いい加減覚えようやな。行くぞ。タ、そうだよ、いい威力だ。任せてくれ。そこだ。はあ、なんとか片付いたか。よし、探索とかほとんど終わってるから、ね、また君とこうして行動することになるとはな。で、後ろ取られた。背後からだ、気をつけろ。お、結構攻撃力高い。出番だな。お、でもなんかいい感じに密集してねえか、お前ら。あー、届かないか。まあいいや。ほっ、いいね。マイ、リンクをマッチアップと。タ、あー、外した。任せてくれ。くらえ、うん、出番だな。ほっ、もうちょい行くぞ。よし、よし、これで大丈夫だ。さて、どんどん進もう。まあ、今マキアスの方が少しレベル高いけども、今メガリスつけてるからね、多分すぐリン追い抜くよ。お、何かイベントが発生した模様です。さて、町に来たからには用心しないとな。そうか、変装か。俺たちは特に認められることもなかったが、それが僕については帝都知事の息子として特にマークされてるらしくてね。革新派の有力者もことごとく逮捕されているそうだ。念には念を入れないとね。うん、確かに意外とわからないものね。人間の印象は目が大きいからな。眼鏡で変化をつけるのはありだと思うぜ。しかし視力は大丈夫なのか。努力します見えないんだな。できるだけフォローするから言ってくれよ。ともかく街を一回りしてみるか。そうだ、元締めの家を訪ねてみるのもいいかもな。おっと、元締めなら何か情報がもらえるかもしれん。ええ、無事に合流できたことを報告しておきたいですし、訪ねてみましょうか。はいはい、何でもいいけど早く行きましょう。ぶっきらぼうだな。
クトリえあーマキアス苦手か。でもいいや。よし、失敗バージョンもなんとかやってみるか。うん、ほら成功しちゃった。よし、なんとかやってみるか。うん、あれよし、なんとかやってみるか。あ、よし、オッケーオッケー、一応回収しておきます。じゃあ元締めの家に直接行ってもいいよね。あんまイベントはない。元締めに会うのも久しぶりだな。おっと元締め、お久しぶりです。おお、君は士官学院のシュバルツァー君。そうか、レーグニッツ君と無事に合流できたようじゃな。うんうん、本当に元気そうで何よりじゃ。元締めの方こそ前回の実習以来ですね。マキアスたちの潜伏を手伝っていただいたそうで、元締めや町の皆さんのおかげでこうしてリーンと会いました。改めてお礼を寄せてください。わしらは何もしとらんよ。お前さんたちが諦めずに頑張ってきた結果じゃろう。しかしトバル殿も一緒とはさすがに驚いたぞい。俺は少し前に仕事で訪れて以来ですかね。いい機会ですし、これまでのことを話させていただきますよ。ユミリでそんなことがの。ケルディックもいろいろな問題に見舞われているが、平和の方なのかもしれんな。主戦場はガリレア方面に移動しましたからね。それだけにあちらは熾烈なことになっていそうですが。うむ、貴族連合が優勢と言われておるが、正規軍の抵抗も激しいようじゃ。総竜橋の機甲兵部隊が幾度となく繰り出しておるが、未だ攻めあぐねているという。ふむ、さすがは最強ってところか。そのあたりも詳しくわかるといいんだが、定時連絡に期待しておくか。そうですね、まだ実感がありそうですが。そうだ元締め、何か手伝えることはありませんか。お世話になった町の皆さんのために少しでもお返しができれば。ええ、ぜひ僕たちにお手伝いさせてください。うん、確かに手を借りたいことはあるが。では話だけでも聞いてもらってよいかね。ええ、ぜひ。おっと元締めから依頼を受け取った。薬草の調達。依頼主がジルベル局長。薬の材料となる薬草が不足してきているのだ。手に入るようなら融通してほしいのだが、詳しくは教会まで直接問い合わせてくれたまえ、ジルベル。これが必須だね。で、未確認、これはサブクエスト。おっと元締めから、東ケルディック街道に危険な大型魔獣が出現したので討伐を頼みたい。魔獣大畑嵐。場所、東ケルディック街道に外れの行動、外れの高台、元締めを通。OK。久しぶりのクエストですね。やっていきましょう。なるほど。これなら僕たちで何とかできそうだな。あ、この状況で困っていると放ってはおけない。できるだけ対応しよう。やれやれ、面倒ごとを背負い込んじゃって。なら俺もサポートさせてもらうか。すまんな、君たちも大変だろうに。両方軍もうろうろしておる。くれぐれも気をつけるんじゃぞ。よし。しかし元締めからの依頼か。本来なら遊撃手がフォローすべき案件なんだろうが、なんだか申し訳ないな。いえ、そんなこと。ええ、困った時はお互い様ですし、そう言ってもらえるとこちらも助かるぜ。サラと主観学院が用意した数々の特別実習、さすがにこの人だけあるな。まあ実際かなり鍛えられましたからね。それでも面倒ごと増やすのはどうかと思うけど、まあそこは諦めてやってくれ。それにしてもお前さんたちの頑張り、サラが見ていると喜んだだろうな。うん、そうだな。なら一層その活動、ギルドの方で正式に見届けさせてもらうとするか。遊撃士協会か。それはどういう。いや何、実はギルドでも同じようなことをしていたな。それに後でサラへのいい報告にもなるだろうしな。なるほど、ではどうかよろしくお願いします。クエストノートが参照できるようになりました。クエストノートには各種依頼、クエストの経過が自動で記録されていきます。必須マークがついたクエストはキークエストです。
全て達成することでメインストーリーが進行します。任意のクエストで期間が短のものはストーリーが少しでも進むと達成できなくなることがあるので注意してください。クエストの手当について、クエストにはそれぞれ手当があり、報告を行うことでミラーを入手することができます。なおクエストの報告は各パート終了時に自動で行われます。クエストを達成しただけでは入手できないので注意してください。それにしてもトバルさんが俺たちの活動を見届けてくれるか。とりあえずこれまで学院から受けた評価は一旦忘れるべきだろうな。改めて初心に書いて出直すとしよう。リーンの学生ランクがオツ7級にリセットされました。 AP と学生ランクについて、ゲーム中に適切な判断や行動を取ったりクエストを達成することによってアカデミックポイントが入手できます。クエストの報告の際にアカデミックポイントが規定値に達すると学生ランクがランクアップし、貴重な得点を入手することができます。そうですね、まあ、前作の、クエスト のやり方と同じですね。メインクエスト、サブクエスト、隠しクエストの3種類があって、これを、まあ、とにかく評価の高いクリアの方法をしていけば点数が上がって評価が上がっていいものがもらえるという単純なものです。でなるべくサブクエストとかストーリーに関係のないものは撮影外でやっていきたいんですけれども、まあ、せっかくなのでやっていこうかな。ここショップ、いやもう勝てずだ。それじゃあ早速サブクエストの方から攻略していこうかな。あ、こっちじゃねえや。いや、ついでにちょっと寄り道しよう。礼拝堂、礼拝堂の中のクエストは後で受けます。まあ、人物ノートの回収です。お、ティアムもらった。やったやったねー会話はスキップ。じゃあ後でまた来ます。東ケルティック街道っていうと、風車小屋があったよりももっと先ですね。まあ、無視でいいかな。結構足速い。うん、ここなら釣れそうだな。ここはもう釣った。さて、あそこか。黒い線街道と東ケルディック街道さん。うん、まあ今回は本当にいろんな場所にね旅して歩くので、前作よりもより一層こうロールプレイングっぽい感じにはなってますね。宝箱の位置わかんねえな。でっかいの来てる。注意して進まないと宝箱取り逃しちゃう。ないな。チラッと見てすぐ消える。あ、川すりできたりしないかな。いや、これは戦うしかない。チャンスだ、一気に行こう。よし、出番だな。属性かな。うん、じゃあヒートウェイブ。おお、マイ2の肩、早く早く。そういえば今作からあれだ、ハヤテが範囲指定できるの。前は確か1体を中心とした攻撃だったような気がするので評価されてます。本作もね、ハヤテがめちゃめちゃ強いです。任せてくれ、くらえ。あ、当たんねえ。出番だな。ほっ、よし。悪いな、先に行かせてもらうぜ。
お、U マテリアル、いいね。あ、あとであれだ、マキアスの武器強化しないと。マキアス、それ大丈夫か？全然確認しなかった。強化ベスト。なんかつけよう。お、良さそうな宝箱だ。風魔の刃。せっかくなのでつけておこう。まだね、そんなにいいクォーツ持ってないからさ、結構適当だ。でけえ。みんな油断するなよ。出番だな。おっしゃ、早速。さてと、一丁やるか。まずはザコチラシ。こいつは効くぜ。リベリオンストーム。よし、俺の番だな。遅延はまあ入りにくいか。で、防御力が高いので激励と、一気に行くぞ。まずはマキアスのブレイクショットで防御力を下げよう。あ、攻撃力高いな。これならどうだ。よし、あとはトバルのマイル攻撃魔法を充填に。せっかく無影者だしな。いや、よし、出番だな。ヒートウェイブ、オークス駆動。よいしょ、早いな。回復はマキアスが行えるから大丈夫だ。お、EP も回復する。ファーストドライブ。時の結界よ、砕けせ。行くぞ。どうしようかな。オーバーライズ行くか。行くぞ。オーバーライズ。いいね。お姉さん。せいや。今だ。ダッシュ。マキアス、行くぞ。わかった。ターン。ターン。僕の番だな。ブレイクショット。これならどうだ。崩れた。付き合い。はい。俺の番だ。入んねえな。せいや。今だ。もらった。よいしょ。おっと。任せろ。避けられたか。オークス駆動。行くぞ。道具で直さないかな。なんかまた暗いそうな気もするんだけどね。何にも買ってないからな。まあいいや。せいや。当たった。チャンスだ。もらった。しかもディレイした。任せろ。いいね。もうちょい。ああ、崩れた。いけ、いくぞ。いい、任せてくれ。はあ、あ、倒したかな。よーし、よし、今のは完璧だな。ああ、文句なしだ。
よし。お、レベルあった。よし、掴んだ。OK。気配魔獣を退治した。ふ、片付いたか。お疲れさん。あとは元締めに、知らせるだけだな。どうする、リン。このまま報告しに戻っても良さそうだか。パッと戻れるならいいか。じゃあ、報告に戻りましょうか。そうだな。一旦ケルディックに戻って報告しよう。あ、パッと戻れるのはありがたい。このね、帰りの移動が面倒だったからね。おお、魔獣を退治してくれたのじゃな。本当に助かるよ。これは報酬じゃ。ぜひ受け取ってくれ。やった、探知。わざわざすみません。大切に使わせてもらいます。クエスト、東ケルディック街道の手配魔獣を達成した。やったね。これがあれば宝箱の位置が分かるようになるんじゃなかったかな。どっかにつけよう。じゃあここにつけます。あ、僕の刃つけられない。ここならつけれる。オッケー。よし。コーツ溜まってるかな。コーツじゃねえや、セピス。とりあえず U マテリアルがあるから武器は強化できるな。バスターショット回プラス1。はい。買い物。ファイバージャケットとスパイクギアの方が強い。これ装備させよう。おーし。ないものは売っちゃえ。とオーブメントの調整。ああ、まだ特別新しいのは8人入れなくていいかな。一段階ずつ上げとくかな。いけるかな。あ、いけそう。よし、いいね。まだとりあえず1段階ずつでいいでしょ。 OK。 じゃあ次の、次は必須クエスト、薬草の配達じゃない、調達か。多分これはそんなに難しくないと思うんだよな。すぐ終わると思うんだ。移動が大変なんだけどね、毎回。おや、君たちは。自分たちはオットン元締めの紹介で来たものです。薬草不足に悩んでおられると聞いてお力になれればと思いまして。そうだったか。実に嬉しい申し出だな。うむ、しかし君たちには見覚えがあるような。いや、気のせいだったようだ。ぜひお願いしたいのだが構わないかね。あ、はい。それで薬草というのは具体的には、キュアハーブという薬草だ。それほど珍しいものではないのだが、近頃は使う機会が多くてな。一つでいいのでお願いしたいのだ。キュアハーブという薬草ですね。どこかで聞いたことがあるような。まあいいか、わかりました。なんとか心当たりを当たってみます。まずは大市に行ってみるか。探し物ならうってつけの場所だからな。そうですね、扱ってそんな店を探してみましょう。どうかよろしく頼むぞ。はよ。じゃあ今回はここまでにしておきます。ちょっと移動が大変なのでね。よし。では次回引き続きこの薬草の調達を攻略していきますのでよろしくお願いいたします。では英雄伝説戦力的2実況プレイパート13、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。